はい、やろう。はい、ネットでポチりたいです。今日はいきなり開封からやってみたいと思います。こちらアンダーカバー結構珍しいんですけど、私のチャンネルでは。あ、見えた。じゃーん。はい、こちらアンダーカバーなんだけど、アンダーカバーとシュプリームのコラボです。この間発売になったやつ。シュプリームもそんな買ったことねえんだけど、なんか買っちゃった。で、シュプリームコラボといえば入ってた、ステッカー入ってました。こちらルパンのステッカー、これ大事に取っとかなきゃいけないやつなのかもしれないけど、嬉しいんで貼っちゃおう。もう早速貼っちゃいましたけど、そうなんです、アンダーカバーとシュプリームコラボのルパンティーをポチったわけなんですが、あ、そうだ、ちょっと待って。アンダーカバーといえばこちらもつい最近届いたんですよ。このアンダーカバーなんだけど、これもとあるブランドっていうか、とあるものとのコラボということで、これとこれと、あと最近いろいろ T シャツいっぱい買ってるんで、まとめて紹介したいと思います。で、最近購入した T シャツといえば、ライブの物販で買った T シャツがこちらとこちら。ウェットレックっていうアーティストの T シャツ。私物販で買い物あんまりしないタイプなんですよ。並ぶの大変だし、ライブ前に T シャツ買ってそれ着てわーって最前列に行くぐらいの若さがないので、まああんま買わないんだけど、今回はこれライブが良すぎて買っちゃいました。で、こっちのこちらはね、この人誰だかわからないよね、わからないと思うんですけど、ビョークのライブが3月にあって、やっぱりライブが良すぎて買っちゃいました。ウェットレックが4500円で、ビョークが5000円で、ライブの後に行っちゃうから、もうなんかね、欲しいサイズがもうなかったりとかするんですよ。だからウェットレックは M サイズで、ビョークは L サイズ一応変えたんだけど、これもこれも後でちょっとまとめて着てみますね。しーちゃん何食べてんの？これ食べない。物販といえば、あの、思い出のために買って帰ったって感じで、で、思い出といえば、はい、こちら RS といえばラフシモンズの T シャツを久しぶりに買いました。っていうのは、今シーズンの春夏がラフシモンズのラストコレクション、最後のシーズンなので、まあ、思い出として買いました。この指のマークなんだろうと思って調べたら、グッドラックっていうサインらしいですよね。グッドラック、ラストコレクションだから、まあこうしたんだと思いますけど、まあそれも含めてなんか思い出にちょうどいいなと思って、日本で買うと5万円以上するみたいで、5000円の T シャツと5万円の T シャツ、どっちも黒 T だろうっていうことで、もちろん触ってみれば、まあこちらのラフシモンズの方が肌触りいいねっていうのもあるし、ここね、ラフシモンズといえばのこのレザーパッチがついているので、まあさすがに5万円はするだろうと思う、とは言えないか。まあ一応ファーフェッチで買いました、私。ファーフェッチがね、若干ラフシモンズ安く買えることが多くて、これ4万円ぐらいで買えます。で、改めてラフの今シーズンというか春夏のコレクションを見てたら、まあラストコレクションを見てたら、いいのね。やっぱりちょっと思い入れがあるからかもしれないけど、すげえかっこよくて、もしかしたらもうちょっと買い足すかもしれない。で、黒 T が3つ続きましたけど、そこにしてのこちら白でございます。白 T、 スプリームとアンダーカバーのコラボはまあ話題で、その中でもこのルパン T 結構話題だったんで、速乾するかと思いきや、アンダーカバーのオンラインサイトで買ったんだけど、そっちは結構ね、夕方ぐらいまで買えたんじゃないかな。今はもう買えなくなってるけども、で、お値段が1万円しないくらいなので、買いやすいお値段ではあると思うんですが、まあ一説によると、ユニクロだって言っても通用するんじゃないかっていう話もあるんですが、どうなんでしょう。私はそうは思わないんですけど、まずこのルパンはルパンでも、ご覧ください、アニメのルパンとかじゃなくって、モンキーパンチ先生の作画を使ったルパンなんですよ。私が子供の頃、こっそりこんな漫画読んでいいんだろうかってドキドキしながら読んでたのがモンキーパンチの、まあ、ルパンで、ユニクロで UT で出すとしたら今のルパンを出しそうだなって思うのと、あとこのプリントのサイズね、ちょっと後で着てみるけど、すごいでかいでしょ。こんなにでっかいプリント、やっぱね、コーディネートしにくいんで、服合わせにくいんで、こんなにでかく入れるかな、もうこの半分ぐらいじゃないかなとか、いろいろ自分に言い訳してるんですけど、でまあ UT で出てるって言われれば、まあそうかもしれないよ。しーちゃんの布団にしとこう。はい、お布団にもなるっていうね。そしてアンダーカバー、もう一個ポチってたのがこちらです。こちら、これも最近かな、1週間か2週間前に届いたんですけど、
ポチったっていうか注文したのは去年の11月なんです。これどことコラボしてるかお分かりになりますでしょうか。ストレンジャーシングスアンダーカバー2022、ストレンジャーシングスとのコラボでございます。とストレンジャーシングスのシーズン4でヘルファイアクラブ、男の子たちがまあ集まって何やら楽しいことやってるヘルファイアクラブっていうのが登場したんだけど、それを主催してたのがエディ・マンソンっていう方で、重要な役割で、ちょっとネタバレになるからどんな、まあ言えないんだけど、そのエディ・マンソンっていう人のなんかすごいファンだったんだって。まあアンダーカバーのジョニオさんが、それでこのヘルファイアクラブのファングッズを作らせてほしいとこう熱い思いをぶつけたところを実現したっていうことで、これがね、そのね、熱い思いがすごいこもってるんですよ。この胸ポケット、胸ポケットのところがまあこれ刺繍ですね、刺繍になってます。背中のプリントをヘルファイアクラブ、これがねプロッキープリントって言って、こう上から押し付けてなんか浮いてる感じ、もう最初からこうねひび割れがすごい入ってヘルファイアって感じなんですけど、このグレーといいますか色あせたようなこの黒、これが、ピグメント染めって言って、表面だけになんか色が乗るみたいなあの染め方をしているので、まあ着て洗って着て洗ってやっていくとどんどん色が抜けていって経年変化が楽しめるという、すごいありがたいことをいろいろやってくださってるんですけど、洗濯が超大変そうで、もしかしてそんなに着なくなるのかなって気もするんですけど、まあ、とにかくね熱い思いが込められてる、まあ、T シャツって別に着るものじゃなくて、そういう思いが込められてる、何言ってるか分からなかったけど、いやーファッションを言葉にするって難しいですね。ってことでとりあえずじゃんじゃん着ていきましょう。着てなんぼ。まずはウェットレック、今年2月の来日公演で購入したこちらの T シャツ、ライブ終了後 M サイズしか残ってなかったんで、身長179センチの私にはちっちゃいかもと思いつつ記念に買いました。でもこう見るとタイトめな T シャツもいいかもですね。バンド系の T シャツはピタティが基本とか言いつつ、こちらは3月に行われたビョークのライブで購入した L サイズの T シャツ、まあこれはこれで落ち着きますっていうか、この背中のビョーク様のお姿は全然落ち着いてないんですけどね。で次がラフシモンズのラストコレクション、つまり今シーズンのプリントT、柔らかで肌触り抜群なコットンはさすがにラグジュアリーブランド、さすが5万円の T シャツ。こんな高いものを着てると気合入ってアドレナリンが出てくるので健康にもいい気がしますね。これで M サイズです。程よいオーバーサイズでグラフィックも合わせやすくって、この夏ねじゃんじゃん着る予感がしますね。でもってお待たせしました、アンダーカバーとスプリーム、そしてルパン三世のトリプルコラボの T シャツ。サイズ感が謎だったんでとりあえず L をポチってみました。結構オーバーサイズだけどこれはこれでありですね。発色の良いプリントが大胆にドッカーンと、黒の方が人気みたいだったんですけど、このプリントを楽しみたかったんでやっぱ白を選んで私は正解だったかなと思います。生地もねそこそこしっかりしてて、白だけど全然透ける気がしないし、ファッションは自己満だから UT と思われても全然問題なしです。そして最後、アンダーカバーとストレンジャーシングスコラボっていうかヘルファイアクラブの公式ファングッズなのかな、これでサイズは3です。タイトすぎずオーバーサイズすぎずちょうど良かったかも。私はストレンジャーシングスの登場人物ではエディ・マンソンよりロビン推しなので、今回の T シャツは1点にとどめておいたけど、今思うと他のアイテムも見てみたかったっていうか着てみたかった気もしますね。まあとにかくデザイナーの趣味が全開で熱量が高いアイテムは着ていて気分が上がります。洗濯が大変とか言ってないでいっぱい着たいと思います。というわけで5000円くらいの T シャツから5万円くらいの T シャツまで同じ T シャツなのにすごい幅がありますが、どの T シャツもさ思いがこもってるっていうことは変わらないと思うわけで、服ってまあ大抵思いは何だかこもってるんだろうけど、まあ、T シャツっていうこういうシンプルな形だからこそなんかそういうのがよく見えるようになってるっていうか、わしは本当はね服いっぱい着たいから重ね着できる秋冬が好きなんですよ。春とか夏とかってどんどん暑くなって重ね着できないじゃん、服あんまり着れないじゃん。でもその分この T
T シャツに込められたいろんな思いをね、こうやって重ねて重ねて思いを重ねて、いろんな思いをね、こうやって重ねて重ねて、この夏楽しんでいきたいと思います。 Hit it!